心配無用じゃ。ベルベットにできてわしにできんわけがあるまい。自ら心を砕いての覚醒、何度繰り返す気だ。今ので100と7、いや8回目かの。まあどうでもいいがの。愚か者が。必要なのは年々再々成長を繰り返す草木のごとき不動の精神と教えたはずだ。うっ、おっちのように。そこの棒のようにか。それでこそ人の業から脱し理想世界の礎になれる。理想世界の。坊や、お主の相方じゃった坊ライフィセットは生きておるぞ。恐ろしい女ゴーマの背を追って海の広さを知り大地の渇きに耐えておる。あやつらはわしらとは違う。悩み苦しみ、それでも己が鼓動を抱きしめてこの醜い世界を懸命に生きておるんじゃ。その仲間のためにとても言うつもりか。逆じゃわ。あやつらには心底イラついて仕方ない。チクチクとわしの胸を突き刺しおる。じゃからのこの結末だけは見届けねば。どうにも収まりがつかんのじゃ。無意味なことを。やはりお前は失敗作だ。最高にどうでもいいわい。やめてでごひょっとして、いいところに来た？遅いわ。おかげでいらんことを口走ってしもうた。かの主とは出会ったな。ならば、お前の復讐には意味がないと分かったはずだ。ええ、よく分かったわ。世界が悲しい理由も、人が背負った業の深さも。アーサー兄さん、そしてラフィーは全てを捨ててその悲劇を終わらせようとした。それがあの人たちの願いなのね。そうだ、よくわきまえた。でもだから許せない。あの二人、アルトリウスとカノヌシが矛盾した醜いエゴだって分かってる。日々は私たち家族が生きた証だったのよ。だからどんなに苦しくて悲しくても私はこの復讐をやり遂げる。ベルベット！ふざけるな！潔く諦めて死ね！絶望こそがお前の宿命なのだ。家族を奪って体を化け物にして、今度は心をよこせって。そっちこそふざけるな。覚えておきなさい、最下の剣士、死んでも諦めないのよ。己が業を恥もせず、よくも。
手に負けた八つ当たりじゃ。いけるの？そんなざまで。誰に向かって言っておる。自分で言うのも楽しいが、地獄の沙汰も乗り次第。正義の対魔師を蹴散らす悪逆無道の魔法使い、マギルー・メービンとはわしがことじゃ。知れ者どもが。皆の者、心配かけてすまんの。襲撃一刀、この距離なら外しません。ゼロの方、吐く。アルトリウスとカノヌシに伝えなさい。あんたたちは私の大事なものを奪った。絶対に許さないって。歴史にはたびたびお前のような悪が出現する。欲望のままに世を乱し、混乱と最悪をまき散らして顧みない汚れの塊、始末に負えぬ人の業を体現した魔王がな。最下の剣士ね。大魔師が討つべき世界の敵だ。よく喋るな。ついでにアイフリードの居場所も吐いてもらおうか。後悔するぞ。カノヌシの気配だ。追ってくるよ。今戦うのは不利です。ビエンフ、裂け目を閉ざせ。無理でくよ。いでよ。油断大敵だぜ。ザビード、邪魔をしてくれたな。はあ、助けてくださってありがとうございますだろうが。助けてくれてありがとう。ここはどこなのですか？カースランドって島にある清涼の施設だ。メルキオルが管理してると聞いて忍び込んだんだが、まさか術で隔離された空間とはな。外に出る方法は？出口はあるぜ。俺がこじ開けたやつがな。一旦外に出ましょう。話はそれからよ。こいつは知り合い、
1号って言うんだ。よう、一緒に行くか。一人でこんな場所にいたらドラゴンが出るかもな。襲われたら嫌だろ。うん、怖い。よし、ならついてこい。何を考えてる。放っておけねえんだよ。器ぐらい俺が何とかするさ。勝手にしろ。